みんなこんにちは、アテナくんだよ。ぴょんぴょんカンガルー、カンガルーって気持ちよさそうに飛んでいるよね。カンガルーの赤ちゃんってなんでお母さんの袋に入っているか知ってるかな？それはね、普通の哺乳類はお母さんの体の中で大きくなってから生まれてくるんだけどね。でもカンガルーは未熟な形で生まれてきて、お母さんの袋の中でを育てられるからなんだ。カンガルーの赤ちゃんは生まれた時とても小さいんだ。50円玉より小さいくらいで目も開いていない。生まれた赤ちゃんはお母さんのお腹をよちよち伝って自分の袋までよじ登るんだ。袋の中にはおっぱいがあって、そこでお乳を飲むんだよ。そして1年ぐらい経つと外に出たり入ったりできるようになるんだ。カンガルーはオーストラリアやニュージーランド、タスマニア島に住んでいる。だいたい2頭から10頭ぐらいの群れで草原に住んでいるよ。そして大きくて強い後ろ足でぴょんぴょん跳ねながら前に進むんだ。ひと飛びで5メートルから10メートルも飛んじゃうんだ。すごいジャンプ力だね。オリンピックの幅跳びの選手が助走をして思い切り飛んだ世界記録が約9メートルくらい。その距離を軽くひと飛びしちゃうんだもの。カンガルーってすごいよね。走る速さは時速70キロ。60キロで走っている車を追い抜いちゃうくらいのスピードだ。しかも長い時間走れて1日に100キロも走っちゃうことだってあるんだ。繁殖期になるとオス同士、メスをめぐってこの足で蹴り合って喧嘩をするんだ。今日のまとめ。カンガルーの赤ちゃんはすごく小さくて目も開いていない。だからお母さんのお腹の中で大きくなるよ。大人のカンガルーは5メートルから10メートルもジャンプする。ちなみに時速60キロで走って1日に100キロ走っちゃうことだってある。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。